中華のようで中華でない。これは歴史としたイタリアン。果たしてその美味しさはいかに。この番組は中部電力の提供でお送りします。行きつけ静岡ご飯、本日は富士市吉原商店街をぶらり。コーヒーショップアドニス、得てしてこういう店に行きつけメニューがあるんだよな。さてどうやら先客が常連さんですか。はい。美味しそうですね。いつもこれを。はい、つけナポリタンです。昨日も食べましたよね。常連さん行きつけメニューのつけナポリタン、とあるテレビ番組との共同企画から生まれ、今や富士市を代表するご当地グルメとなりました。見た目は中華風ですが、その中身はまさにイタリアン。麺は桜エビとオリーブオイルで香り付け、トマトの酸味がキリッとしたスープ、トッピングチーズをたっぷり絡めるとよりマイルドな味わいに。半分ほどいただいたらレモンで味変。食欲にターボがかかりますぞ。すいません、替え玉お願いします。